ていけない。3戦目の京都芝1400m 戦で初勝利。3歳児は距離を短縮した京都芝1200m 戦において2着に3馬身半差をつけ快勝すると、阪神芝1200m で行われた試合外国別にも勝利。そこから芝1200m予選を終えることになった本馬は4歳になり、中山競馬場のアクアマリンステークスを制し見事オープン入り。高級初戦の稲月ステークスでは阪神競馬場芝 1200m のコースレコードタイとなる1分71のタイムで優勝。本格化を迎えると阪神競馬場舞台で行われた GC テントウルステークスで待望の優勝を成果を飾りました。5歳となり京都競馬場の G3 シルクロードステークスから始動。危なげないレース運びで勝利すると、その次走春のスプリント G1 高松宮記念に挑戦。6番手からレースを進めたハンマーは直線大外に持ち出されると、豪快な組み合わせでカバーを持ち去り優勝。見事 G1 制覇を果たしました。その後は海外にも遠征。香港のシャシン競馬場で行われた G1 チェアマンズスプリントプライズに出場し4着。帰国後4ヶ月の休養を挟んで挑んだ G2 セントウルステークスを快勝し、同レース2連覇を達成すると、その次走中山競馬場舞台に開催された G1 スプリンターズステークスに出走。直線入り口では先行勢との差が開き厳しい展開の中、最後のミハロンで先行勢をまとめて差し切る圧巻の末脚を披露し見事優勝。ロードカナロア以来5年ぶりとなるスプリント G1 準重制覇を達成。さらに年間スプリント重賞4勝という前人未到の記録を打ち立てた瞬間でもありました。本馬の父はアロマイアムーン。これまでにファインニードル、セイウン構成、この2頭の G1 馬を含む8頭の重賞勝ち馬を送り出し、特に芝のレースでは高いアーニングインデックスを誇ります。母ニードルクラットは現役時フランス、イタリアで活躍。3歳時にフランスの芝 1800m の G3 クロエ賞、イタリアの芝 1600m の G3 セルジオ・クマーニ賞を制覇。その兄弟にはフランスの G2 ドラーラ賞を制覇したフラクソナーがいます。またその母シャープポイントは2歳時にアイルランドの芝 1200m の G1 フィーニクスステークスで2着。3歳時に芝 1000m のリセットレースステラリースプリントステークスに優勝した快速馬で、スピード豊かな優秀な母系となっております。本馬のファーストクロップ馬は待望のデビュー。早くもリセットジュニアジャックを4馬身差で圧勝したフルゼイロドス、カンナステークスの勝ち馬梅結び、さらに中京2歳ステークス2着のトレンディースターラ、スピード豊かな高速スプラが出現。本年の3歳スプリントロスも大いに賑わす存在となっています。